皆さんこんにちは、カッテミーの青春と海賀とヤクさんです。イエイ。はいはいはい、今回はですね、まあ、エシリトリをするんです。エシリトリ、いきなりや。そうそうそう、まあ俺ら3人だけじゃなくて、まあ、モッカちゃんもこの後入ってくるんですけど、はい、そのモッカちゃんに海賀もう何回も騙されてるよね。ああ、間違いなく何回もですからね。だから仕返ししたいじゃん、そろそろ。うん、そろそろね。今回の企画名発表します。モカちゃんにバレずに丸々。3つミッションがあって、まず1つ目、顔にほくろを描く蛍光ペンで。僕ボールペン。ちゃんとマッキー。2番目は、あの服を変える。今着てる服でプラス何か、だからその上から着てもいいし、なんか脱ぐのはさすがにバレそうじゃん、どっか行って着替えるのもあれだけど。 それと第3つ目、3文字の言葉のみで会話してもらいます。マジで？そうなん？でそれでモカちゃんの反応を見ていこうという時です。おお。まあそんな感じで、この後モカちゃんが来るので、それまで待っていきます。それでは、やっていきましょう。皆さんこんにちは、カズミの青春と影とウキさんとモカです。イエイイエイ。まあ、今回やるのは、じゃじゃん、これを使ってエシリトリをやっていきたいと思います。イエイ。モカちゃんどんぐらいなんだろうね、絵。もう本当にひどいです。いや、そうだよ、いや、違うんです、謙遜しといてみたいですよ、多分。あの、これは本当に謙遜とかじゃなくて、心から絵が苦手、うん、あの、おばあちゃんの代から、あの、絵だけはできないんですよ。図工と美術は諦めていいよって言われてます。いや、俺意外とできますよ。何もらってんのお前は。いや、マジで何書こうかなって思ってきたんすよ、ほんまよ。じゃあ、しゅんくん、僕、はい、かいが、もかちゃん。オッケーオッケーオッケー、しましょう。イエイ。はい。イエイイエイ。あ、分かった。いや、これもうちょいうまく描けた気がするね。なんかモカちゃんの絵がどんな感じか気になるな。うん、だって置いてもできました。ちょっとこっちに一旦見せるね。何ですかね。うわ、あ、しっかりこれ見て描いてる。いや、何描きますかね、国がね。何描くんだろう。僕が描いたのはこちらです。え、待って。いや、わかります。あ、わかりますよ。いや、ひどい気がしてきた。待って。見るとっか、ですよ。え、やばいっすか。はい、はい。めっちゃ考えるやん。ここなしで考えてたんですよ。ここなしで、この上のやつ、なんだその前髪。ラクダだ。何言ってんの。言っちゃった。いや、でも久しぶりにね、やっぱモカちゃんやってちょっと緊張してますね。久しぶりではないと思うけどな。父から来る、まあこういうやつ。なんで死から来るって言っちゃうの。あ、ごめん、なんだ。そう。ちょっと待って、ペンでなくなっちゃう。いやー、意外とできてるでしょ、ほら、意外と。いや、意外とどころじゃないですけど。いきますね。むずい、なんか出てくるけど書けない。何があるかな。エシリトリ下手くそか、僕たち。真っ黒な服とかね。さようなら、どう見ても。一旦出すわ、これで。頼むって。うん、こういう感じです。いける。どう、いけてま
ツ感多分お、わかる。うまい、うまい、うまい、うまい。人描こうとすると全部同じ人になっちゃうパターンの絵。なんだなんだ。いける。黒が着替えました。黒が着替えました。着替えたんですか。着替えてないですよ、着替えてないですよ。さっきずっと言ってたじゃないですか、真っ黒な服やでって。あれ、着替えてないですね、やっぱり。うん、気のせいでした。もうあれ、確かにそう言われてるや。いけるいける、いこう。待って待って待って、よきさん、コーヒー飲んだ。おかちゃん、はい。マジで長い。はい。見え見え。耐えた。いいないいな、ゼリシーいいな。時間。カイがうるさ。え、今日どうしたんですか。回が変わった？やっぱ。は？いや、ちょっとさっきからずっと気になってるんですけど、言わない方がいいですか？海賀さん、チャレンジしてますよね、絶対。私気づいてますよ。チャレ。え、いいっすか？A 出して。いいの？じゃーん。せっこ。はい。ということで、一回確認してみよう。はい、でもかちゃん、なんかさっきからずっと言ってたけど、なんか思ったことがあったの？あ、なんか、かいこさんが3文字しか喋ってないなみたいな。あー、マジで？3文字喋ってる、ずっと、それなとか、長いとか、マジでとか、時間とか。そうなんですよ。そんなことしてたの、かいが。いや、してないっすよ。気分絶対してました。え、他になんか思ったことない？他はないですね。他ないっすか。他ないですよ。え、じゃあこれ僕の勝ちでいいっすか。もういや負けてよ、お前めっちゃバレてるやん。明らかに一番負けだろ。はい、ってことで今回の企画はモカちゃんにバレずに〇〇でした。僕ら全員多分ね、顔寄ったらね、ほくろ増やしてんのよ、まず。え、本当ですか。ほら、本当だ。ほら、今回3つおかしなことがあるんです。ほくろと、はい、絵画の3文字。え、絵画さんがもう1つ、さっき触れてたけどね、一応触れましたっけ。うん、絵画に。あ、洋服。そう、正解。なんですけど、その3つとも俺とヨキさんは全部やってます。僕、え、白の半袖から長袖に変わってます。え、いや絶対嘘です。あの、ペンが出なくなったタイミングですか。え、あ、そう、全然気づかなかった。あの、これかけてます。あ、それは気づきました。あれ、そんなの。あ、バレたか、さすがにさ。私絶対そんなのしてなかったなって思って、エプロンかなって思ったんですよ。でも今回は絵画さん異常じゃないですか。僕10個描いてるからね。そうっすよ、絵画の方が量多いから、うん、これはでも、もう確実に絵画だよ。だってもうバレバレやん。や、全部バレてるから。だから俺、かけられる側に回るんか。そういうことやな。そうだよ。では、もかちゃんに聞いてもらう？もかちゃん一つ。はい。頑張りを知ってほしい。これは、一番バレるような行動した人が負けですか？そう。じゃあこれは、かいがさんでーす。でしょうね。前髪のくだりめっちゃ好きやったわ。ずっとこれ隠してる。そういうことだったんですか。ずっと。そんな変じゃないのになってずっと思ってました。書きすぎだなと思って。でも3文字で喋ったのはお二人は本当に気づきませんでした。じゃあ最後、カイガの罰ゲームで終わりますか。マジかよ。モカちゃん、ちょっとあのさ、どんな感じがいいかい。あ、じゃあ今学校が始まって慣れない環境とかいる子が多いと思うので、そういう子たちを癒してあげる一言。オッケーオッケー。お疲れ様、みんなお疲れ様。給食美味しかったよね。ね、今日の給食、ね、美味しかった、美味しかった。俺3杯もおかわりしちゃったよ。それは食べ過ぎじゃない。でもお腹空いた。みんな気をつけて帰れよ。みんな長いこと家にいてお疲れ様。
本当にお疲れ様。あ、学校に行ったことか。みんな、学校もお疲れ様。帰ってくるみんなを待ってるよ。あと、明日のために早く寝ろよ。画像加工グランプリです。画像加工グランプリ、そのね、地雷っていうサンプルあったので、ね、全部の島がいい感じになってる。押したところが光るんですよね。